この国には多く暮らしているんだ。そして今回の作戦目的だが、そいつらがこの…はいはい、質問があるんだけどさ、他に…残念ながら戦えるのは俺…うわぁ、それでよく今まで…正直俺もよく今まで持ってると思うよ。住めそうな場所を見つけても、それを何度も繰り返しているうちに、気がつけば町も大地も壊す。どうにかしてあの大きいのを倒すことはって…そうそう、早い話あのでっかいのを倒しちゃえば。おいおい、簡単に言うなよ。違う、人だけ。そんな顔すんなよ。今は無理でも倒す策はで、感じ。これだ、そっちのひな。うつめか、無事なようで安心したよ。まだ結構残る。すまない、苦労かけ。気にすんな。それじゃあ。ああ。ねえ、今のイケメンご。ああ、そうだ。ちょっと口はうるさい。さて、それじゃあそろそろ行くか。くれぐれも忘れ。ネプギアです。ネプギアさんの顔芸成分から生まれました。俺の番だ。デカブツよりもモンスターの群れが待ち。オッケー、とにかくここに来るも。ああそうだ、ネプネプなんとかだと言いづらいだろ。だからお前はネプ。出ました、初対面の人が私の名前を言えないパターン。けど私的には新鮮。ちなみにお前はギアッチな。ギアッチ、二人ともネプから始まったらかぶっちまうだろ。ギアッチ、ギアッチか。よかったね、ネプギア。さて、どうやら第一波の。この戦い、絶対負けられません。何をしようか。さて、ドイツにしようか。よし、元気だ。悪いが、負けてやることはできないんでな。レベルアップ。レベルアップです。ふう、これでこの後。いや、第一歩をしのいだ。今までのより。なになに、うずめ。そんなのとっくに。こいつには何度もデカブツとの対マンを邪魔されてるからな。おい犬コロ、てめえとの因縁。今日は今までと違って仲間がいるんだ。シェアクリスタル。
の番だな。目がぐるぐるする。待ってました。さて何をしようか。損なったのは悔しいが、ちょっと待ってよ、うずめ。おいおい、どうしたってんだね、プッチ。そういうことじゃないでしょ。その傷ネブ、不意打ち。二人ともやられたか。いた、うずめさん大丈夫ですか。このくらいかすり傷だ、気にすな。それよりもこれだ、避難状況。うずめか、ちょうど今隣。よかった。ああ、君がいい。なら心を。みんな無事に避難できたみたいだ。そんなことより私たちも、ね、逃げるだと。このチャンスをミスミスの、デカブツとタイマン張れるチャンスなんだぞ。逃げるならネプッチとギアッチだ。何言ってるんですか。いや、戦えるね。例えばそれに俺は死んでも喧嘩には負けねえ。どうすせえな。ダメなものはダメ。そんなボロボロの状態で戦わせられないよ。多分そうそう、もな。それに逃げ遅れた人たちの時間を稼ぐって、そんなわけだから。で、おい、おいら。よし、ネプギア。って人の。たく、余計なことしやがって。けど、助かったでしょ。わかったよ。わかれば。どこか休めるところとかないかな。3人とも。それなら拠点に戻ろうぜ。あそこなら離れて。
びかけて、彼女たちは守ってみせるさ。安心してくれ。どうやら向こう側の地区で暴れて。じゃあ私たちと言ってもあいつが暴れて破壊した場所けど、避難が間に合っただけでもよし。さてお前らも疲れただろう。ここに神なのは確かなんだが、え、記憶の最初にあるのはこの名前も知らない町の景色。で、唯一覚えていることは俺が、そんな、いいっていいって、ギアッチが気に、別に記憶がないから困ることもないし。ネプチとギアッチって、あ、プラネテューナだけど、プラネテュー、娘さん、と、あ、いや、大したことじゃないよ。で、プラネテューナへの帰り方だよ。そう。ただ、思い当たるとすれば、もしかしたら海の向こうにある国なのかな。海の向こう、あ、行ったことはないが、俺が知らない。じゃあ私たち、いつの間にか海を越えて、遠くの大陸に。